リズ・ハレ・モリソ・ハレは、アメリカの言語学者、旧姓・ピンコビッツ、ラトビア出身の東欧系ユダヤ人。1940年にナチスから逃れるべく一家で渡米した。1941年から1943年まで、ニューヨーク私立大学で工学を専攻。1943年から1946年まで、米国陸軍で過ごす。 1946年にシカゴ大学へ入学し、1948年に言語学の学位を取得。さらにコロンビア大学でロマン・ヤコブソンに指示。1951年に MIT の教授となる。1955年、ハーバード大学で博士号を取得。1996年に MIT 教授を辞したが、その後もいくつかの講座を担当し続けた。 英語のほか、ドイツ語、イディッシュ語、ラトビア語、ロシア語、ヘブライ語に堪能である。生成音韻論の創始者の一人。1956年に論文、英語のアクセントと連接についてをノーム・チョムスキーやフレッド・ルクオフと共同執筆。1968年には、ザ・サウンド・パターン・オブ・イングリッシュをチョムスキーと共に発表し、生成音韻論の基礎を築く。また、 MIT の音韻論の教授として、多くの音韻論学者を育て上げてきた。自身の研究としては、音韻論そのものの理論的考察、ルール順序付け、弁別蘇生理論、蘇生階層理論、ストレス、主と音韻論の研究、分散形態論など多岐にわたる。2018年4月2日に死去、94歳没。 2002年にムートンでグラウターから出版された、From e e c メモリー b a スピーチバック、ペーパーズ・オン・フォネティ a クス・ p h o フォノロジー1954から2002にまとめられている。ありがとうございます。